よいしょ。こちらにお座りください。はい、どうぞ。はい、あ、いつもの椅子ですね。そうです。はい、ミッミシボイスです。はい、頭の長い。はい、今日はギャグや明確したら分からないんだ、どうなってるか。ミッタトン、ミシボイスです。ですね、今日はなんと、はい、私のおならの匂いを嗅いで、おー、やばい、はい、昨日食べたものをもう当ててもらいましょう。あー、いいですね。この目隠しは何か意味あるの？え？ありますよ。あ、集中するみたいな。集中。あー、はいはい、OK、この上に、あ、お尻とは思われへん分ちょっと集中できると。その通りです、はい、おならなんやろ。もう、おならです。もうお尻に匂ってるんやろ。その通りです。でもまあ見えてないから、はい、フローラルな香りがしてる可能性もあるみたいな。あると、あの概念をなくせばっていうやつやな。はい、はいはい。じゃあもう僕には足りないんですよね。その通りです。やっていきましょうか。なんか、え、昨日食べたものは結構思い当たってるの？え、いろいろある。いろいろあるの？うん、俺昨日食べたもの結構いろいろあってめ、種類も多い。種類多いで、わかるか。だからその中のもう、だから選択肢は何個かあるから、うん、それの一つを当ててくれたら、あー、オッケーな。了解っす。オッケーオッケーオッケー。4種類ぐらいは。うん、オッケー。結構食べた気分は。そっから運動しないで。一つでも当てれれば。あー、いいと。ジュース怒りますよ。お、マジっすか。はい。それは何？食べ物の名前？料理の名前？あ、料理の名前で。料理な。言ったやつ。料理。いや、ニンニクとかじゃなくて、うん、餃子とか。あ、そうそうそう、違う。料理の名前。はいはい、わかりました。わかりました。じゃあやっていきましょうか。うん、出ちゃう。え、出そう。マジかよ。マジかよ。もう出そうだよ。あ、まあ、でもまあ出しましょうか。はい、うわ、え？何今の？急に？わ、なんかの匂いして。これちょっと薄いんよ。薄いか。もう一個だなっていい？ちょっと薄いんよ。わからんのよ。臭いけど、ちょっと薄いよ。薄いか。なんかの匂いがある。なんかの匂いして。わ、あったか。なにやこれ、今あったか。気持ち悪い。あったか。くしゃった瞬間、めっちゃあったかいんやけど。うわ、気持ち悪い。何の匂いか分からんし。いや、なんかノリみたいな匂いもしたよな、専用な。めっちゃノリみたいな匂い。いっちゃん最初ノリみたいな匂いしてる。ノリですか。あっさい中になんかな、そういう系の匂いが入ってんねん。いろいろ食ったよ。多分いろんなもの混ざってるはず。なんやあれ、肉の匂いがしたで。肉や、絶対肉や。肉？ああ、いや待って。うん。肉だ。肉は食ってるよ。肉食ってるよ。正解や。いや、料理、料理を。おにぎりや。おにぎりですか？おにぎり食ったやろ、昨日。いや。え？食べてません。まだいけねえな。まだ行く。まだジュースはいけねえな。ラスト、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 ラスト。じゃあ肉やってん。肉やねんな。肉やから。唐揚げ。いや、違うよ。唐揚げ、鶏の牛じゃないよ。俺は牛やと思ってんだよ、あの牛は。はいはいはい。牛肉なんよ。ってことは。
焼肉や。焼肉の肉や。食べてません。じゃあもう何を食べたか。はい、言います。ポテトチップス、まあ、ごま油味って。あー、ごま油なのかな。ポテトチップス、チャーハン、野菜炒め、豚、めちゃ肉入れるんだ。豚、あれ豚の匂いな。そう、豚やと思う。めっちゃ肉入ってた。あー、で、寸胴屋のラーメン。あー、この4種合ってるやん。肉、まあ肉はね、肉は合ってる、肉は合ってるけど豚やからっていうことですね。まあまあまあ、その匂いが薄いからちょっと悪いわなあ、おならっぺじゃ薄なると。薄いわ、けどなんかあったかいわ、めっちゃめっちゃ気持ち悪い。それではチャンネル登録とグッドボタンお願いします。